おはようございます菅健太。なんかこう浮かび上がらせてこう下から。いやあるけどちょうどペンにしたから。おおマジ？今回は成城石井さん。お理想のおつまみを探す。おお。いやそんな高級な。お酒に合うおつまみを選ぶ。だからその多分。成城石井で3000円っていうとおっきめのおつまみとかだからちょっと買えないかもね、うん、というわけで大雨の中やってまいりました。3000円でお買い物していきたいと思います。はい行ってらっしゃい。レッツゴー。買ってきました。もう僕の好きなものを今日はたっぷりお届けしようと思います。ちなみにお酒は成城石井限定スパークリングワイン。渋い感じですか。辛口の匂いがします、うん、そっかスパークリングだからね、うん、シュワシュワしますよ、まあ、そうですねそうですよね。なんかでもスパークリングってさやっぱちょっと甘いイメージがあるのよ。これねもうすっきり辛口で晩酌に合うようなスパークリングワインになってると思います。これは省いてんだよね。この優しいこれは入れてません。イレギュラーなのでちょっと。それでは今日のつまみじゃん。ハワイで生まれ日本で育ったフラポテトチップ。これね美味しい。俺これ一番好きです。このポテトチップですよ。これとカルビーの幸せバターほぼもうそれです。あとじゃがりことか芋系のこれかなり上位に僕らが入ってます。なんといっても美味しい。ハワイでね生まれてますからなんかやっぱちょっとこうなんだろう本物感があるというか違うなんかちょっとやっぱそう高級っぽいというか。続いてこちら炙りかき。これちょっと食べたことないんですけど聞かれましたね。いやこれはもう白に合うでしょ絶対に。じゃん5種キノコとオリーブのマリネ。あらもう間違いない。これはもうキノコも好きだしオリーブも大好き。だからもうこれもうそう間違いない。俺好きなものと好きなもの合体してるからそれは好きだよ。じゃんチーズコレクションプレミアム。これがいい。これねなかなかお値段するんですよ。990円でもねこれ本当にいいの。この一口サイズのチーズがいっぱい入ってました。これがね一番私ちょっと成城石井でこれ一番本当にみんなに食べてもらいたい。こちら白菜キムチ。いやこれもうでもねまさかのと思うでしょ。この厳選素材使用キムチって書いてあるやつを買ってください。これは本当に美味しいんですよ。もう実家の時とかもこれずっと食べてました。これはだから何から食べていくかっていうのはあるな。牡蠣かな。牡蠣でいってみますか。おお匂いがいい。すごいすごい。牡蠣缶詰とかのこんな感じですね。おお。一個一個大きいですよ。大きいです。重たい。はい。いただきます。うめえ。でもね、これ燻製っていうのもあって、燻製牡蠣っていうのもあって。でも燻製だともっとなんかこういぶされてるスモーク感が強いんですけど、これもうね、牡蠣そのものの塩の感じとかすごい出てます。これ美味しい。ワインに合う感じですね。暫定トップ。いただきます。はい、おお。すごい。もう。いや、これね、量が多いから。うん、やっぱマリネなんで、酸味が結構。オリーブ美味しいわ。はいもう今までねこう辛口に思われてきた、このワインです。やっぱこう酸味とね合わせると、ちょっとこう甘さが出て、あ美味しいと。また違うこの違う表情を楽しませてくれます。これはですねもうちょっと塩気があって、うわ迷うな。第1位は炙り牡蠣。もうこれ次だからもう順番的にはこれです。ああ、来ました。これはもう食ったことある人多いと思うよ。はいはいはい、もう素朴なんですよ、ポテトフォーメン。そうそうそう、もうね、いっちゃうまい。もうこれは最強だよ、ポテチ界の王様。日本のやつって何々味とかいろんな味があるじゃないですか、うん、そういうんじゃないんですよ。じゃがいものうまみと塩ということで、はい、暫定1位。これもうちょっと見てくんないかな、これ作ってる人。さあ、はい、そんなところで、はいはい、あ、でもこれちょっと飲み合わせがね、あ、これはでも後半かな、俺だったら。続きましてこちら、もうこれ大本命、もう全部言ってんだ、大本命。これはでももう知ってます、僕はこれ、はい、よく食べてますから、レッドチェダー、コルビージャック、ミモレット、コンテ、パルメザン、パルミジャーノレッジャーノ、これあるんですよ、うん、でこれあるんですけれども、僕が一番ちょっとおすすめしたいのがですね、こちらパルミジャーノレッジャーノ。これね、いいんですよ、これ硬い、すごく。こういうなんですか、黄色いというか、うん、あのはちょっと食感がね、やっぱ柔らかめなの、こういうのとか、うん、で多分この中で一番硬いパルミジャーノレッジャーノ、うん、うわー怖い。え、あ、そう、みんなが多分思ってるチーズの8倍ぐらい濃い。濃いでしょ。濃いでしょ。これがやっぱり家で食べられるのがいいですよ、成城石井さんのこのクオリティ、はい、本場クオリティがこんなにいっぱい入って、うん、1000円ですから、安。そう。パッと見ね、高く見えるんですよ。でもこれ1000円ですから安い。ぜひ食べてください。はい、暫定1位。もうね、これ間違いない、僕の中ではもうこれはこれキムチ。これちょっとワインに合わないと思うじゃないですか。もう何でも何でも、はい、韓国系ではないです。ちょっとなんかね、日本っぽいのかな、ある意味甘めなのかな、だしとか、あー、ぽい、だしっぽい感じですね。だしが出てる、うん、そう、出てはないんだよ。うわー、韓国だ。俺これもう本当に一番食ってたのはやっぱ実家の時期だったから、最近はねなかなかちょっと手出せないですよ。いただきます。うん、これだよ、おいしい。うまみが白菜から溢れ出る、多分唐辛子のあれが粗いめなんですよ。で、だからすごい歯ごたえの中にキシって、もうちょっといい形キシって絶対あかんやつよ。フレッシュさ、浅漬け感がいいんです、このキムチに関しては。というわけで暫定1位。お、すごく更新された。暫定1位って言う前から決まってましたよ、多分。もうね、だからこうキムチ、チーズ、ポテトチップス、カキ、マリン、うん、でもちょっといいこと1個考えちゃいました。このカキマリネとパスタに入れてください。で最後にこのパルミジャーノレッジャーノ。そうそうそう、これだってこんだけあるからパスタ1個分ぐらいちょうど、うん、だからなんなら調理にも使える、うん、これはめちゃくちゃいいパスタ。じゃあちょっと近日公開。あ、やめよう。いや、取らないといけない。やってほしいですね。というわけで、今日のすがチャンネルここまで。面白かったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。伝説を作ろうぜ。